何見てるの？見せ物じゃないんだけど。何してるんだ？仲間同士じゃないのか？仲間？そんな薄っぺらなものと同じにするな。僕たちは家族だ。強い絆で結ばれているんだ。それにこれは僕と姉さんの問題だよ。余計な口出しするなら刻むから。違う。家族も仲間も強い絆で結ばれていればどちらも同じように尊い。血のつながりがなければ薄っぺらだなんてそんなことはない。それから強い絆で結ばれている者には信頼の匂いがする。だけどお前たちからは恐怖と憎しみと嫌悪の匂いしかしない。こんなものを絆とは言わない。まがい物、偽物だ。なんて言ったの。お前今なんて言ったの。すごい威圧感だ。空気が重く濃くなった。伊之助、ごめん。頑張ってくれ。もう少し。この鬼を倒したらすぐ行くから。必ず助けに行くから。何度でも言ってやる。お前の絆は偽物だ。お前は一息では殺せないから。何とズタズタにした後で刻んでやる。でもさっきの言葉を取り消せ。一息で殺してあげるよ。取り消さない。俺の言ったことは間違っていない。おかしいのはお前だ。間違っているのはお前だ。そう、それなら初めにやったけ。ズタズタにして刻んでやる。うわ、まだまだ。油断するな。少しも油断するな。相手の動きから目をそらすな。やこっちだ。行くぞ。思ったより頭が回るやつだ。恐怖にひるまない。水の呼吸一の型。まあ関係ないけどね。水面切れ。刀が折れた。信じられない。この子の操る糸はこれまで切ってきた鬼の体よりもなお硬いのか。避けきれない。禰豆子、兄ちゃんをかばってごめんな。背負っている箱から女の子が。でも気配が鬼だわ。兄弟か。だったらなんだ。兄弟。妹は鬼になってるな。それでも一緒にいる。ルイ。
バッタ、身を挺して、本物の絆だ、欲しい。うるさい、黙れ。結局お前たちは自分の役割もこなせなかった。いつもどんな時も。待って、ちゃんと私は姉さんだったでしょ。挽回させてよ。だったら今山の中をちょろちょろする奴らを殺してこい。そうしたらさっきのことも許してやる。分かった、殺してくるわ。坊や、話をしよう。僕はね、感動したんだよ。君たちの絆を見て体が震えた。この感動を表す言葉はきっとこの世にないと思う。でも君たちは僕に殺されるしかない。悲しいよね、そんなことになったら。だけど回避する方法が一つだけある。君の妹を僕にちょうだい。おとなしく渡せば命だけは助けてあげる。何を言ってるのかわからない。君の妹には僕の妹になってもらう。今日から。そんなこと承知するはずないだろう。それに禰豆子は物じゃない。自分の思いも意志もあるんだ。お前の妹になんてなりはしない。大丈夫だよ、心配いらない。絆をつなぐから。僕の方が強いんだ。恐怖の絆だよ。逆らうとどうなるかちゃんと教える。ふざけるのも大概にしろ。恐怖でがんじがらめに縛りつけることを家族の絆とは言わない。その根本的な心得違いを正さなければお前の欲しいものは手に入らないぞ。どうし、大声出さないでくれる。合わないね、君とは。禰豆子、お前なんかに渡さない。いいよ、別に。殺して取るから。俺が先にお前の首を切る。威勢がいいな。できるならやってごらん。十二気づきである僕に勝てるならね。加減の五。やっぱりこの強さ、この子が本物の十二気づき。家族、父には父の役割があり、母には母の役割がある。親は子を守り、兄や姉は下の兄弟を守る。何があっても命を懸けて。何のことだ。僕はね、自分の役割を理解してない奴は生きている必要がないと思っている。お前はどうだ。お前の役割は何だ。お前は僕に妹を渡して消える役だ。それができないなら死ぬしかないよ。勝てないからね。糸は簡単に切れない。どうする。折れた刀身であの子の首が糸より硬い場合。嫌な目つきだね、メラメラと。愚かだな。もしかして勝つつもりなのかな。禰豆子！うるさいよ。このくらいで死にはしないだろ、鬼なんだから。落ち着け、感情的になるな。集中しろ、呼吸を整えろ。恐れるな。奴の懐に入って首を切るんだ。そして禰豆子を助け出す。
に、絶対に兄ちゃんが助けてやる。本当に嫌な目つきをする。僕はとことん見られたせいで嫌な目安心していい。君がいなくなっても君の妹は僕がちゃんとしつけて従順になるようしばらく失血させ、それでも言うことを聞かないなら日の出まで釣ったものにして少し歩いて、そうすればもう僕に逆らおうとしないだろう。絆は完成だ。お前の言っているのは絆じゃないと言ったはずだ。お前の言っていることはただの芝居だ。何もかも間違っている。間違って、なおも僕は苛立たせる大な存在だ。ねじれるな。やれやれ、行くぞ。刀は折れている。でもそんなこと関係ない。この刀でも接近すれば鬼の首は切れる。接近しろ、恐れるな。俺は勝てる。待て、ゴリラ今だ。全集中、水の呼吸、無駄だよ。糸の強度はこれが限界だと思ってるの。剣技術、黒死炉。もういいよ、お前は。さよなら。ダメだ、この糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死ぬ。炭治郎、呼吸だ。息を整えて火の神様になりきるんだ。炭治郎、ほら、お父さんの神楽よ。うちは火の仕事をするから、怪我や災いが起きないよう、年の初めは火の神様に舞を捧げてお祈りするのよ。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞を舞えるの？あれは肺が凍りそうだよ。息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。正しい呼吸ができるようになれば、炭治郎もずっと舞えるよ。寒さなんて平気になる。Hinokami Chronicles。する間もなく、もう新しく糸が張られた。
もし今一旦引いたとしても水の呼吸から火の神かけらの呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。おそらく俺はこの後すぐに動けなくなるだろう。だから今この瞬間は逃せない。肺を足を力を全てを出し切れ。前に進め僕の意図をものともせずに突っ込んでくる。避けるな。いつになったらくたばるんだ。たとえ相打ちになったとしてもお前は今父さんが助けてくれた。家に代々伝わる神楽でなぜ技を出せたのかわからない。でもそれで助かった。勝てたよ禰豆子。目が見えづらい。体中に激痛が走ってる。呼吸を乱発しすぎたせいか、早く回復しなければ俺はまだ戦わなければならない。伊之助を助けに行くんだ。早く。あ、血の匂いが濃くなった。死んでないのか。首を切ったのに。僕に勝ったと思ったの？かわいそうに。哀れな妄想して幸せだった。僕は自分の意図で首を切ったんだよ。お前に首を切られるより先に、もういい。お前も妹も殺してやる。こんなに腹が立ったのは久しぶりだよ。立て、早く立て。呼吸を整えろ。急げ、早く。何の未練もなくお前たちを刻めるよ。血鬼術あやめかご。焦るな、息を乱すな。落ち着けば。腕が上がらない。そうだ、俺は
毎日毎日父と母が恋しくてたまらなかった。偽りの家族を作っても虚しさが止まらない。結局俺が一番強いから誰も俺を守れない、かばえない。強くなればなるほど人間の頃の記憶も消えていく。自分が何をしたいのかわからなくなっていく。どうやってももう手に入らない絆を求めて必死で手を伸ばしてみようが届きもしないの。小さな体から抱えきれないほど大きな悲しみの匂いがする。暖かい日の光のような優しい手。人を食った鬼に情けをかけるな。子供の姿をしていても関係ない。何十年と生きている醜い化け物だ。殺された人たちの無念を晴らすため、これ以上被害を出さないため、もちろん俺は容赦なく鬼の首に刃を振るいます。だけど鬼であることに苦しみ自らの行いを悔いている者を踏みつけにはしない。鬼は人間だったんだから、俺と同じ人間だったんだから。お前は邪魔をするんです。富岡さん、鬼とは仲良くできないって言ってたくせに何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。さあ富岡さん、どいてくださいね。俺は嫌われてない。ああそれすみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。坊や。はい。坊やがかばっているのは鬼ですよ。危ないですから離れてください。違います。いや違わないけど、あの妹なんです。俺の妹で。それで。まあそうなのですか、かわいそうに。では苦しまないよう優しい毒で殺してあげましょうね。動けるか。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。富岡さん、すみません。ありがとうございます。これ対立違反なのでは。あの時、俺たちが出会った人だ。禰豆子が鬼になって、右も左もわからない俺に鱗滝さんを紹介してくれた富岡さん。そしてまた、ここでも助けてくれた。感謝しかない。中が痛い、苦しい、痛いと叫びたい。でも我慢だ。足を止めるな。体を動かせ。少しでも遠くへ。
富岡さんのこれは隊列違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか？なんとかおっしゃったらどうですか？あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌がらせでしょうか？嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます？伝令伝令あー炭治郎、根津子、両名を拘束、本部へ連れ帰るべし。炭治郎および鬼の根津子、拘束し本部へ連れ帰れ。炭治郎、額に傷あり、竹を噛んだ鬼、根津子。あなた根津子？額に傷がある。よし、拘束だ。ほら、さっさと行くわよ。他のみんなも撤収し始めてる。この山での戦いは終わったのよ。